クリスマスは皆さんと一緒にクリスマスパーティーとか、クリスマスイベントやらさせていただいていたんですけどもね、まあ本当にここに来てまたコロナがね、すごくなってきて、まあやってもいいかなっていうすごいなんかリズムが入ってきたねまあすごくこうやりたいなっていう気持ちはあったんですけども、まあちょっと我慢して中止ということでですね、まあそれに代わってっていうことで今回初めての企画というかね、まあ僕から皆さんにクリスマスの日にプレゼントを贈るというギフト、皆さん手元にありますか、ね、日曜群馬名物のもの、群馬のお土産というかね、そういったプレゼント、お菓子ギフトみたいなものを添えてさせていただいたんですけども、食べながらね、今日はそれプラスこういうのは未公開映像動画を皆さんに合わせてプレゼントするということでですね、今日はこの日はね12月のライブのリハーサルをやってるわけなんですけども、そこでですね、数曲皆さんにね聴いていただこうかなと、プラスあとライブの方でも未公開、皆さんが見ていない配信もね今年はいろいろやらさせていただきましたけれども、その中でも皆さんが見てない配信の方、配信動画の方も後ほどね見ていただこうかなというふうに思いますけども、今日はねもうこういった場所でねこういうお話をしながらこうやるというのも初めてなんですけどもね、ちゃんと皆さんにはね無茶ぶりじゃなくてちゃんと前もってお話しさせていただきましたので、ちゃんと話してねこういう風になるとは思わなかったと思うけどね、今日はね、短い時間ですけどもこのリハーサル風景というものを、ご覧いただいていただきたいなというふうに思います。せっかくなんでね、あの僕買ってきました、これも群馬のメーカーです。皆さんにはねこれ入ってないと思いますけど、鶴サブレ、群馬県はね鶴の形してますね。このサブレ同じ気持ちになって食べながらリハーサルやってもらおうかなと。ありがとうございます、ありがとうございます。地球はい、ありがとうございます。何を隠そうね、カメラマンは宮野哲郎がギターを置いて、まあなんてカメラマンがいない体にも入る、どうぞ。そして私も食べます。皆さんもねお菓子ギフトがありますけれども、いろいろでチーズケーキとか、瓦せんべいみたいなやつとか、チョコレートとか全部あの群馬のものです。まあ食べながらね、楽しんでいただければと。僕たちも食べましょうか。どう感想をね聞かせていただく。群馬といえば鶴サブレね。知ってましたこれ。初めて食べてみてください。ねえ、本当に
チープなんですね。どう？美味しい？あの東京駅で売ってるやつに似てますけどね。群馬メーカー鶴桜ということでね、村山くんもね食べていただいてね、まあ一応ね場所は知っておきましょうかね、村山くん、ね、そして天神さん、ね、そしてリカちゃん、花ちゃん、あとね、あの12月の年末のライブはね、あと、サックスとバイオリン、あと宮野さんね、はい、入りますのでね、楽しみにしていただきたいと思います。それではね、何やろうかな。じゃあいつも通りに、行こうかなと思いますけれども、何からやろう、何やろうかな。あんまり見せたくないんでね、あんまりやりすぎてもいけない感じですよね。じゃあ、まあ今こんな時期でね、本当イベントもやれるかなと思ったらまたこういう感じになってしまってね、中止。まあなんとかライブはやりたいなというふうに思いますけど、来年がちょっとまた、怖い限りでございますけれどもね。何やろうかな。じゃあスマイルやりましょうか。ね。なんで。何スマイルね、来年に向けてスマイルという気持ちで行きたいと思いますけど、皆さんはカメラ撮ってもらってごめんね、ごめんごめん、あのすいません、リハなんで音量とか全然合わせてないのでちょっとお聞き苦しいかもしれませんけども、まあこんな感じで僕はライブに向けてやってるんだっていうことを今日ね、これも非公開ですから全くこういったことっていうのは初めてなんで、まあ楽しんでいただければと思います。それでいいですか。ちょっと天神さん、天神さん、なんか緊張してきちゃってる。見てないそのライブの動画の方をですねご覧いただきたいと思いますのでね、これはもうおまけみたいなもんなんでね、早速行きたいと思います。じゃあ行きましょう、スマイル。
そこに行くんで、はい、じゃあいいですかね、これはね。じゃあ次何やりますか、何がいいですか。あ、あれがいいな。ちょっと早いかな。何やろうかな。何がいいですか。あ、じゃあメリーゴーランド行こうか。あ、メリーゴーランドやめた。なんだっけ。さっき何がいいかな。みんな何がいいですか。スマイルやったから何かやりたいのないですか。ちょっと宮野くんいないから仕上がりが分かんないじゃあマイパナトルージュマイパナトルージュ、いや違う、そんなにやっぱいっぱいやっちゃダメだよね。いっぱいやるべきことじゃないよね。ねえ、いつもはちゃんと決まってんですよ。なるほどね。宮野くんいないんです。全然ふわふわしちゃってますよ。ふわふわしちゃった。じゃあラブソングでやろうか、ね、あんまりいっぱいやっちゃう。結構まあクリスマスということなんでね、このラブソングというね、好きな方はどうなんだろう、多いのかな、わかりませんけど。結構ね、これ時間かかるんだね。じゃあメリーゴーランド、あ、じゃないや、ラブソングという行きたいと思います。
疲れちゃった大丈夫かな、大丈夫だね、はい、いいね、こうやってやった方がなんかいいね天神さんね、いいね、緊張感だね。じゃあ続いて、はい、ちょっと休んだ方がいい、ちょっと休もうか止めていいよ、止めていいよ、止めていいよ、はい、何笑ってんの、何笑ってんの、天神さんが見てくる、天神さんね。じゃあ次は天神さんをピックアップするということでね、ロケットマンね、これはもう本当にね、ドゥン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 って始まるんですけどね、これもう本当に元祖ですからね、やり始めの元祖からいって、いろんな方がね、ベースの方がいろいろやって巡り巡って、年末の最後にまた戻ってきた元祖、まあ今日はリハーサルですからね、本番がちゃんとなればいいっていう感じですよね、はいはい、じゃあロケットマンやりましょうか、ね、緊張するよね、これは。わざとだよね、今ね。今映像のわざとですよ、わざと。わかります。わざと、わざと。上手だね。さっきのピック垂らしたもんね。ねえよ、ピックはねえよ。普段そんだけやんないってことなんですよ。いやね、そうそうだね。じゃあいきます。はい。そうだよ、来る人ね、ここ聞きどころだよ、また変な緊張感でやってきてる本当だよね、はい、ありがとうございます、そしたら、じゃあ最後かな、結構なんかグダグダやってますね、じゃあ続いてが最後の曲になりますね、メリーゴーランドをやりましょうか、ね、もうこれみんな大好きな曲でね、でね、今年はね、本当にこのメリーゴーランドを今までライブでずっとやってたんですけど、ちょっとアルバムを出すっていうことになってたんですけども、まあ、こういった形になってしまったので、ちょっと延期っていう形でね、まあ来年、2021年のうちには出したいなというふうに思ってます。まあ、
それ用にアレンジをまた変えてライブで聴いてもらったりしているんですけども、そのバージョンをですね、12月の締めのライブでも歌いたいと思いますので楽しみにしてください。ということで、長々とありがとうございました。お付き合いいただきまして、お菓子もだいぶ食べちゃったんじゃないかなと思いますけどもね、引き続きね、この後は、動画、ライブ配信の非公開の映像をご覧いただきたいと思いますけれどもね、12月の年末ライブ392020、ぜひお越しいただきたいなと思います。あ、配信もありますからね、ぜひ見ていただければと思います。というわけでね、メリークリスマスありがとうございました。じゃあメリーゴーランドやりましょうか。はい、伝えたいことがあるよメリーゴーラン、二つの想い
ときめくような
先も変わらないでいいよずっとずっと愛の言葉を乗せて伝えたい思いをいつかは消えてしまうから今すぐきらめく人の未来を思うよ確かに当たり前の君とならさんどうもありがとうございました。さあ、あれさあ、もっともっと盛り上がりますよ。何やってんの、一緒に歌いましょう。夢中になれる気
と日の渡る場所で次それも針だよもっと今しか見れない君ありがとう。おいでよ。
皆さん本当にどうもありがとうございました。